ボルデマール・バルギールは、ドイツロマン派音楽の作曲家、音楽教育者、クララ・シューマンのイフテー。妻ヘルミーネと共に描かれた、肖像画声楽教師及び、ピアノ教師であった父アドルフ・バルギールと、ピアニストで、声楽家だった母マリアンネ・トロムリッツのもとで、ベルリンに生まれた。母方の祖父オ・ハンゲオルク・トロムリッツは、フルートのビルト・オーソであった。マリアンネは、 全部フリードリヒィークとの間に、後に世界的なピアニストとなった娘、クララを設けた後離婚し、アドルフと再婚していた。クララとは父親違いの指定ではあったが生涯にわたって温かな関係が続き、最初の音楽の手ほどきをクララから受けた後、音楽理論家のジークフリートデインに指示した。クララは、ボルデマールをロベルト・シューマンや、 フェリックス・メンデルスゾーンに引き合わせてもいる。バルギールは、編成期を迎えるまで、エドアルト・グレルやメンデルスゾーンが指揮する、宮廷性課隊に参加した。編成後は、シューマンの助言やメンデルスゾーンの推薦状を得て、16歳で、ライプツィヒ音楽院に進学し、1849年までの間、ピアノイグナーツもシェレスに、音楽理論を、モーリッツ・ハウプトマンに、 作曲法をユリウス・リーツとニルス・ゲーゼに指示した。1850年に個人教師として働くためにベルリンに里帰りし、ひとまずベルリン神宮ンアカデミーの職員を務め、1859年以降はケルン音楽院の教員に採用された。この頃にシューマン夫妻の尽力でピアノ三重奏曲第一番を含む初期作品を出版した。 1864年に、ロッテルダムの音楽学校、マツカペ・トーベ・バデリング・デア・トーンクンストの委員長を務め、後に妻となる、ヘルミーネ・トゥールスと同地で出会った。ヘルミーネの兄弟ベルトルトも作曲家であった。1874年に、ヨーゼフ・ヨアヒムに促されて、ベルリンに帰り、ヨアヒムが創立した、ベルリン・高等音楽学校において、作曲家教授として、教鞭を取った。 1897年に没するまで同行に在職し、当時最も一目置かれた教師の一人として、エルン・ストルドルフや、レオ・ブレッヒ、パウル・ユオン、カミッド・シューマン、ベーター・ラーベ、バルデマール・ォン・バウス・ネルン、フランツ・ベルシェ、チャールズ・マーティン・レフラー、レオポルド・ゴドフスキーらを育てた。教育活動の傍ら、ヨハネス・ブラームスと協力して、シューマンや、 フレデリック・ショパンの作品の工程を手掛けた。2007年9月に、それまで個人像となっていたバルギールの様々な遺品を国立ベルリン図書館が購入した。その中には、1500点の書館や、証書、資料、旅券、写真、プログラムの乗ったびら、新聞の批評欄の切り抜き、作曲の素材などが含まれている。バルギールは多作家ではなかったが、 多くの作品は考え抜かれて作られており、堅固な職人技を発揮している。中でも室内学の作曲家として、名を残し、弦楽四重奏曲やピアノ三重奏曲、弦楽八重奏曲が代表作に数えられている。バルギールの作品は、生前は、数多くの作曲家仲間から高く評価されていた。バルギールは、ロベルト・シューマンと縁続きになり、 その援助を受けたにもかかわらず、そのむしろ古典派直系の作曲様式は、メンデルスゾーンの作品と近い関係にある。作品には、ルートビヒバンベートーベンを継承した、明らかな痕跡も見受けられる。バルギールは、新しい道のりに沿って、火星法の扱いを探求することも、従来の音楽形式を突き破ろうとすることもしない、保守的な作曲家であった。しかしながら、 自分で設定した制約の中で自信たっぷりに振る舞っており、作品では巧みな造形力を発揮している。ベートーベンに似て、戦慄そのものよりも、むしろ主題の素材を論作することに重きを置いた。そなた、組曲幻想曲その他の商品連弾曲。ありがとうございます。